モニそうね、そうそうそう、まあうちで食べ物に関して言うと、まあ、水、あそうだね、なんか例えば皮膚病にとか、そのそういったものだったり、まあ、内臓系だったり、うん、で、まあ、改善したいっていうのであれば、まず水、フード、乳酸菌、この3点セットはおすすめします、うん、これで結構いろいろ改善できます、うんうん、で食べ物が結局体を作るので、体のどっかが悪くなるっていうのは、まあ、怪我したとかじゃなければですよ、おそらくですね、食べ物か飲んでるものか、あとはストレスとか、まあ、その辺ですよね。なので薬に頼るっていうよりは、何が原因でこうなってるのかっていうのを見直す、うんうん、っていうのが重要で、うん、で見直すすればもう飲み物食べ物っていう感じですね。あとはもう免疫の7割を作ってると言われる腸ですよね。腸の環境を良くするための乳酸菌、うんうん、これでもうアトピー的なもの、アレルギーとか、うん、その辺も緩和できると思ってますし、あとあれだよね、お客さんでチワワの、うんうんうん、モア君の血跡 あったらしいんですけど、で相談を受けてフードと水と乳酸菌とやっていただいて、何ヶ月だろうね、病院の先生もびっくりしたんですけど、血跡がもうなくなったってことだったんですね。うん、うん、でまあそれはそうだよなっていうことですよね。食べ物、飲み物で体は作られてますから、うん、それを変えれば良くなるはずなんですよ。で悪いもの食べてるから病気出ますから、うん、その病気に対して薬で治療するっていうのは、根本的な解決にはならないことですよね、うんうん、水は、まあ、水道水じゃなく、はい、水道水は塩素入ってます、ね、私も金魚熱帯魚とか大好きで飼ってましたけど、そのまま使ったらもう金魚熱帯魚死んじゃいますから、まあ、それぐらいの毒であるということですね。で、日本の水は短期で飲むなら世界で一番安全っていうぐらいに言われてるんですけども、長期で飲んだら危険です。本当にものすごい危険な水と言われています。結局塩素とかそういったものですよね、消毒されてますから、それをずっと体に取り続ける、うん、何十年もね、これはもうやっぱり体の中おかしいことになっちゃいますよね。癌になったりとか、いろんな方の病気の原因になるんですよね、うん、なので、まあ、犬なんか、はもう人間よりも5倍ぐらいのスピードですか、で成長というか、ね、自分も15年ぐらいですか、なのでそういった水を入れちゃうと、その人間よりもスピードが速く悪くなっちゃう、で良くなるスピードも人間よりも速いんで、うんうん、まあ、水道水とかはとりあえず塩素は抜いてほしいなと思いますね、うんうん、うちではミネラルの硬水の、還元水使ってます。これはすごくいい水だなと思ってて、私ももちろん飲んでますし、犬たちもみんなそれ飲んでるんですけど、まあ、いろんな機能があって、でこの水も紹介できるので、言ってもらえれば、うん、月々5000円切るぐらい、4000円いくら、うんうん、買っててんか、そんなところで、うん、もう飲み放題なんですね、うんうん、水道水タンクに水道水入れればもうすぐいい水に変わるっていう水なんで、うんうん、それは本当におすすめで、うん、もうアクセル来た時から続けてるから、うちではもう7年ぐらいになりますか、うんうん、7年は、その水と乳酸菌とフード、うんうん、これやって、でまあ犬の質はガラッとやっぱり変わりましたよね、うん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 、やっぱ筋肉の質が変わった、うん、筋肉の質も変わるし、体質変わると毛の質も変わるっていうところでいうと、もうビカビカするのはもう、もちろん血統というかその遺伝情報っていうのもありますけれども、原材料となるものがいいってことですよね、うんうんうん、体を作る原材料はアミノ酸ですよとですね、うん、アミノ酸はタンパク質の分解したものですよ、でそのタンパク質は良質なものを積極的に取り入れましょう、うんうん、アトピーがなくなった、うん、でしょ、ああ私はね、自分なんかもう何年、店
やってから多分病院行ったことないですからね。うん、まあ丈夫ですね、うん、薬も入れないです、体には。うん、抗生物質飲まないもんね。飲まないですね。で、うん、まあ、その代わりも本当食べ物はいいもの、うん、予防的な感じの食事ですよね。うん、なってからだとね、うん、なかなか戻すのは大変。やっぱ犬のトリミングのお客さんでいろんな犬種来るけど、やっぱりみんななってから困っちゃう、うん、もう気づく、なって気づく。でも予防的にいろんなことを、うん、知っておいた方がいい、うんうん、でもう悪いもの食べてればもうどっかに本当悪くなるのが当たり前で、ってその要は根本の原因がその悪いものを食べてるっていうこと、うん、そこに気づかないで薬入れる、で治るかもしれないけれども根本の 原因は続いてるわけだから、うん、病気は移動するんです。こうちょっと違うところに移動して、でまた薬入れる、また移動する、これをずっと繰り返すともうボロボロになっちゃう、うんうん、だからまず根本の原因に気づいてくれと。なので食べ物、飲み物、これはもう本当に最重要と言っていいかなと、うん、うん、思っています、まあね、もちろんその、ね、それだけが、ね、100% の原因ではないし、うん、もちろん遺伝病っていうのもあるし、うん、なのはブリーダーっていうのはそこも気をつけて繁殖するっていうのもある、ね、必要なんだけれども、まあ、そうじゃないブリーダーも多くいるもんで、まあ、そういったどうしても、うん、生まれながらにして皮膚が弱いとか目が弱いとかっていうのはあるので、ただそれにしてもやはり食べ物はいいものを与えていた方が、うん、症状的には軽いくなるし、うん、進行も遅いとか、うんうん、あとは皆さん例えばダックスフンドでヘルニアになりましたとか言って、うん、動物病院に行ってで太りすぎですとか痩せさせてくださいとかですよね。でダイエットフードをもらってきましたって、で結構多くのダイエットフードの材料を見るとまあひどいんですよ、なかなか中身が、うん、で結構穀類入ってたりしてて、で確かに体重は落ちるかもしれないけれども、実はあれ筋肉量が落ちてるで体重が落ちるっていう感じで、脂肪は減ってない状態、うん、ですごく体重自体は減ってていいように見えるけれども体の中的には良くない、うんうん、なんでヘルニアだったりっていう子なんか特にその高タンパクフードで筋肉を作ってで脂肪を落としていく、うんうん、っていう風にケアしてあげないと体は良くならないし、うんうん、っていう感じですよね。なんでやっぱり食事すごい大事なんで、獣医さんに言われた通り、ね、もちろんそのすごい勉強して食事のことまで分かってる獣医さんもいらっしゃいますから、うん、そういう方はいいんですけどね、間違った情報のままやられてる方も多いですから、うんうん、まあきちんと自分で、まあ、勉強するなり聞くなりして正しい知識のもと犬を育てるべきかなと。は思いますよね、うん、動画ご覧いただきましてありがとうございました。練習中。